どうも、鉄道ファンの田んぼうきです。いやー、ちょっとね、今、聖蹟桜ヶ丘のちょっと上ですね、坂を登った途中にある公園にいるんですが、綺麗ですね、景色。なんとなく、まあ、普通の街並みなんですけど、まあ、これがね、アニメの聖地となると、またちょっと格別というものです。ちなみに、アニメはですね、なんだっけ、街角魔族ってアニメですね。シャミ子と、あと、モモとね、あと、ミカンがいるんでしたっけ。その辺の、まあ、やり取りがあるわけですね。また声優陣も、まあ、豪華なんじゃないでしょうか。ちょっとね、今ね、自転車でね、結構、ここまでまさかの自転車で来たんですよ。結構走ってきたんですね。これから戻るってなるとね、もう17時近いんで、大変ですよね。まあ、自分のことなんですけどね。もう、かじってがかじかんできたんで、まあ、これはミニ動画なんでね、まあ、こういうところに自転車で来ましたっていうね、乱暴な手段で。乱暴にね、やってるっていうことでございました。はい、街角魔族のね、聖地巡礼ということで、多摩川に来たらここに来るべきであろう京葉線の多摩川橋梁ですね。一応京葉線であって、京葉多摩、多摩線じゃない、それは小田急ですね。小田急が多摩線で、京葉で多摩センターの方行くのは相模原線ですね。そっちの橋ではないんですね。あっちは結構トラス橋で、こっちはね、ただのガーター橋ということなんで、で、ここの聖地巡礼しようと思ったらですね、なんとね、橋のね、旧橋台の撤去工事、まあ、新しい橋を架け直すんでしょうね。ということでね、入れないんですよ。という感じですが。まあね、さっきの高台行きま、おお、見えますかね。ちょっと今、広角カメラのテストしててね、スマホの。見えないかな、京王ライナーの送り込み回送でしょうかね。5000系が新宿方面に登ってきますね。ちょっと待ってよ、京王ライナーの送り込み回送ってもう結構な夜ですね、それ。今更ね、ちょっとこれから相当距離自転車で走って帰んないといけないんで、ちょっとやばいな。あれを見送ったらさっさと帰ることにします。ということで、まあ、ミニ動画ですね、サブチャンネル用ということで、ご視聴ありがとうございました。